インターネットレディオ Good Air .com 熊本、大分、佐賀、長崎、福岡、宮崎、鹿児島県、九州、トークバラエティ DJ 健太郎、中村 1,2,3 GO! じゃあ登ります。よいしょ。なんか竜宝山のこの道もね、なんか懐かしい。子供の頃に来て、この森のところに入って家出して、なんか木の上に登ったりとかした記憶が俺はあるんですけど、いやいやいや、でもなんか殺伐として歩いてる人いるよ、やっぱ。いやー、すごい。うわー、やっぱ体力あんな。なんかでも青々としてて、あれだね、この辺も春だね。超急行、ちょっとね、初心者の人が来るのはしんどいと思います。道がね、狭いしね、対向車が来た時の対応とかがちょっとね、たまに調子に乗った子がなんかすごいスピードで降りてきたりとかさ、するんですよ。あとウサギとかタヌキとかがちょいちょい飛び出してきます。で、俺は昔ここでフクロウを見たことがあるのに誰も信じてくれません。絶対いないってって言われたことが何度もあるけど。で、落石注意です本当に。いきなり落ちてくるかもしれないからね、この辺に車を止めているとちょっと危ないかもしれない、雨とか降ってるときに。結構ね、あのキワキワまで石落ちてきてたりするんで気をつけてください。よいしょ。お、いたいた。同じく竜宝山に向かってる人いますね。これね、途中でも桜がある。あ、初心者だ。頑張れ、気をつけろ。頑張るんだ。さあ行け。大丈夫だよ、行けよ。いや、初心者の人はちょっと気をつけてくださいって言ったら、初心者の人いた。ちょっとゆっくりだな。邪魔とかじゃないですよ、全然。あれ、ちょっとガチですね。ガチの取り立てっぽいですね。そうか、この速度で行くか。いいよ、ゆっくりで。ゆっくり行ってください。いや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 。あー、なるほど。ってことは、ちょっと距離を上げた方がいいんですね。もうすぐ、桜が一個ね、でかいのがあるんですよ。結構崩れてるね、あちこち。やばいね。だからまあ、測り間違っても雨の日とか来ないでほしい。冗談抜きで。危ない、竜宝山は。ただまあ、子供の頃はチャリで来てたからね。これを、スピードを出して下るためだけに。昔は777段とかなかったからね。今やっちろ777段があって、そっちに部活の子とかみんな行くんですけど、こっちはね、俺らが子供の頃は竜宝山ってこの道しかなかったんで、この道ですらなんかもっとちゃんとしてなかった気がするけど。木が倒れてるよ。超倒れてるよ、木が。さあ、そろそろです。そろそろ1個目の。よかったね、対向車広いとこで来てくれてね。うん、よかったよかった。お茶こぼれた。お茶こぼれた、知らんがな。お、ここだ。ここ多分抜けたとこじゃなかった。桜まずい。第一弾あるの。いや、走るね。いやー、みんな頑張るわ。ちょっと俺も頑張んないと。はい、見えてきますよ、間もなくです。まもなく突然上にドーンと桜の木が、はい、来ました。こちらでございます。いや、相変わらず見事な桜のトンネルが、もう下も桜のね、散ったのが落ちてんすよ。これね、これもう実際来た人じゃないとこ分かんないと思う、この見事さは。まあ、実際見に来ないと多分ダメだよ。桜吹雪もね、舞ってくるし、まあ、もちろん上は上ですごいんですけど、
なんかこう着く前にここにたどり着くのがね、なんかいい感じというか、えんちゃん素敵やんみたいな感じなんすね。さあ登ります。ぐいぐい登っていって、もう少し頂上まではあるんですけど、鳥もなんか突然来るね。ミッキーさん、お友達のウサギさん見当たらないかい？ダメです、うちのウサギもビクビクしています。さあ着きました。こちらが龍宝山、まあ5合目、もう見えてます桜が。これ空と相まってね、ちょっとなんか色がなかなか伝わらないかもしれませんが、はい、この入り口の桜からよいしょっと見えますか。はい、こちらが龍宝山の桜でございます。うおー、だガリって言った。ゆっくり行ったって、今日はゆっくり行ったよ。結構見に来てる人いっぱいいるね。ちょっと葉っぱになりつつあるね、確かにね。はい、こちらが龍宝山の桜でございます。なんかいつも止めるとこ同じな気がするんだけど、よっしゃー。で、桜を見ながら、まあ、今回はちょっと夕方なんで夕日をね楽しめると。八代の全景を見ながら、良いね、やはり良いですね。はい、降りてみたいと思います。 Thank you for your listening. Good Air .com.Stay tuned. 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオグッドエアでは、現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとか、そんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったり、メールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。